GP-25 カスチョールは、ソビエト連邦が設計した、アンダーバレル式のグレネードランチャーであり、アカム・アクムズ AK-74 アクス -74AK-74MAK-100。74 AK 74 AK シリーズのフルサイズライフル、アン -94 などに無改造で装着することが、可能である。グラオインデックスは 6G15。GP-30 アブーフカ履物の岩、 GP-25 に大幅な改良を加えたものである。グラオーインデックスは 6G21。GP-34 は GP-25 をもとに再設計されたものである。グラオーインデックスは 6G34。GP-25、30、34の外見はアメリカ製の M203 などのアンダーバレル型、グレネードランチャーに類似しており、 極めて短い方針のすぐ後ろにダブルアクション式の引き金と小型のグリップを装着している。方針の上部には装着用カナグがあり、これをアカムの銃剣装着ラグや、AK-74&-94 の GP-25、30、34専用ラグに装着する。また、発射時の反動を軽減するために、ライフルの重傷後端には、ラバーパッドを装着する。 GP-25、30、34は前装式である。方針には右回り12畳のライフリングが掘り込まれており、グレネード弾の側についた突起に噛み合わせながら装填する。引き金を引くと激震がグレネード弾底部の雷管を叩いて発射薬に点火し、発射薬の燃焼によって生じたガスは後部のノズルから噴出して、グレネード弾が発射される。 グレネード弾はライフリングによって与えられた回転運動によって弾道を安定させるとともに弾頭新化の安全装置を解除する。なお、グレネード弾を装填した後に射撃する必要がなくなった時は本体左側面後端部のエジェクターを押せば射撃することなく安全にグレネード弾を取り出すことが可能である。アサルトライフルとグレネードランチャーを一体化した兵器の研究 開発そのものはソビエト連邦では1960年代にはすでに始められていた。しかしソ連国防省がこの種の兵器の開発を具体的に要請したのはベトナム戦争においてアメリカが M203 グレネードランチャーを実戦投入してその効果を示した後でありソ連国防省は M203 より優れたものを要求していた。GP-25 の開発は トゥーラ氏の月武装によって開始され、1978年に正式採用された。GP-25 が初めて実戦で使用されたのは、1979年にソ連が介入を行ったアフガニスタン紛争が最初である。1980年代後半、月武装が GP-25 の簡素化及び軽量化を図り、1989年に GP-30 として正式採用され、チェチェン紛争などに投入されている。GP-30 は改良された照準機を本体右側に装着しているほか、より軽量化された上に生産性と操作性の向上が図られている。1990年代、GP-30 を ナト o 側の消火器にも装着できるようにしたものが製作され GP-30 ユーグラナートと命名された。2000年には GP-30 は方針の簡略化や照準機をラダー型の簡素なものとするなどの改良が加えられた。2005年には GP-30 の方針やエジェクター、トリガーアセンブリなどをさらに改良したものが製作され、 GP-30M と命名された。2000年代後半には、イズマス主社によって GP-34 が開発され、2009年に正式採用された。GP-34 は、生産効率、取扱動機の安全性、信頼性の向上を目的とし、GP-30 ではなく、GP-25 を元に再設計されている。外観は、 GP-25 に告示しているが、GP-30 前期型に似た、小準機を本体右側に装着していたり、イジェクターレバーを大型化するなどの各種紹介量が施されている。詳細は、RU-25 参照ボグ -25 と、ボグ -25PGP-25 25用の弾薬の開発は、FGAP 会 NPTS、プリーブまで、 GP-25 と同時期に開始され、1978年に正式採用された。GP-25、30、34用の 40mm グレネード弾は、西側の 40X46mm グレネード弾。この構造により、発射後に入、はい、鞘が必要な M203 用のグレネード弾に比べて、発射速度が向上し、かつ、 ほぼ同じ初速でありながら低反動を実現している。このグレネード弾は、ロシアの月部創生の RG-6 や、ブルガリアのアーセナル社製のアバランチグレネードランチャー、などの6連発回転弾装式、グレネードランチャーを、はじめ、RGM-40 グレネードランチャーのほか、 オーツ -14 アシュ -12.7 アズウェイ -91 などのアサルトライフルのアンダーバレルグレネードランチャーでも使用される。なお、ロシア製のオートマチックグレネードランチャーである AGS-17AGS-30 用のグレネード弾は薬莢付きである上に口径が 30mm のため全く互換性がない。また、AGS-40 用のグレネード弾は 合計 40mm で GP-25 用の弾薬に似たケースレス弾であるが、より大型化、高威力化しており、こちらとも互換性はない。グレネード弾には以下のような榴弾が存在する。ボグ -25 は VMGK と呼ばれる瞬発進化を備えた一般的な破片榴弾である。炸裂時に調整破片を形成するための刻み目が玉体に刻まれている。 威力半径は6メートルとなっている。ボグ -25P パトキーディッシュは VMGP と呼ばれる延期振感を備えたエアバースト破片榴弾である。着弾時に振感後部の少量の作薬が炸裂してサイド団体が跳躍し、延期薬の作用により団体内の作薬が0.5から1.5メートル上空で炸裂する。威力半径は6メートルとなっている。 2000年代初め頃、FGAP 回 NPTS、プリーブガは、ボグ -25 およびボグ -25P の改良系を開発し、それぞれボグ -25M およびボグ -25PM として正式採用された。これらの弾薬の弾からだ規格化されており、相互の弾種で共用できる上に、破片効果の向上により、威力半径が 従来品の1.5倍の9メートルとなっている。また、新艦の信頼性も向上しており、雪面や水面を含むあらゆる面に対しても確実に起爆するようになっている。新艦安全解除距離は10から40メートル、新艦自爆時間は14から19秒である。VFG-25 は瞬発新艦を備えた特殊用途用の榴弾である。 破片を形成するための刻み目を省いて、玉体を薄角化してあり、ボグ -25 やボグ -25P より、作薬量が大幅に増加している。また、爆風効果、破片効果、消費効果を備えており、防護された人員や、軽装甲車両にも対応できる、多目的なものとなっている。他に、正式弾薬として、以下のような特殊弾も存在する。 これらの弾薬の他にも、各社、各機関が様々な弾薬を開発、研究している。以下に、その一部を挙げる。GP-25、GP-30、GP-25 GP の登場作品を表示するには、右の、表示をクリックしてください。AKK の銃が登場するロシアの映画や、テレビ作品、ゲームを中心に登場する。ゴーテーズ、グルジア兵が所持している。 アクムズに装着されている。エクスペンダブルズ3ワールドミッションモガディッシュで民兵が使用。バリスティックアクス -74U に装着されている。オペレーションフラッシュポイントシリーズロープ CWC ソ連軍陣営の AK-74 とレジスタンス陣営の AK-47 に GP-30 を装着可能。ロープ。 DR タイプ81から1のアサルトカスタムを選択すると使用可能。STLKER シリーズ、STLKER シャドウオブチャーノーブル、STLKER クリアースカイ、STLKER コールオブプリパッチシリーズを通して単体パーツとして登場。AK-74 と AN-94 に取り付け可能。 GP-25 と一体化したオーツ -14 も登場する。Call of Duty シリーズ COD-4COD-MW2AK-47 に装着可能。COD-MW3AK-47 に装着可能。COD-5AK-47 ゴリール AK-74U に装着可能。COD 王に AK-47 ゴリールに GP-25 をアン9 4タイプ25に GP-30 を装着可能。バトルフィールドシリーズ BF2 チャイナの AK-47 に装着されて GP-25 がメックの AK-101 に装着されて GP-30 が登場する。b f 2 m c m ックの AK-47 に 装着されて登場する。BFBGX-971 と AN-94 に装着されて GP-30 が登場する。b f b g 九百9 7 1と AN-94 に装着されて GP-30 が登場する。BF3M320 グレネードランチャーを AKK の銃に装着すると GP-30 に変更される。BF4 前作同様、M320 を AKK の銃に装着すると、GP-30 に変更される。ありがとうございます。